今回のテーマはこちら、祝日の移動についてです。今日は杉本さんに今年の手帳を持ってきてもらいましたが、はい、今年の海の日はいつになっていますか？海の日ですと7月ですよね。7月の19日になってますね。実はその祝日が平日に変わっているので注意が必要なんです。はい、東京オリンピックの1年延期に伴い、オリンピックの開会式や閉会式に合わせて祝日を移動させる法律が成立しました。これにより本来は7月の第3月曜日と定められている海の日が、開会式前日の7月22日に、そしてスポーツの日が本来の10月の第2月曜日から7月23日開会式当日に変更になり、開会式の前後が4連休になるということなんです。さらに8月11日の山の日は閉会式の8月8日に移動ということで、この日は日曜日のため翌日の9日が振替休日となり3連休となります。去年も祝日が移動になったと思うんですが、はい、去年はしっかり手帳やカレンダーに反映されましたよね。そうですね。今回はどうして間に合わなかったんでしょうか？はい、去年もオリンピックに合わせて祝日が変更されましたが、2018年のうちに祝日を変更する法律が成立していたので大きな変更がなかったということなんです。はい、しかし今回法律が成立したのは去年の11月ということで、すでに今年のカレンダーや手帳の多くが販売製造されていたため、対応できないものが多くなっているということなんです。この祝日に何か予定していた方は注意が必要ですね。そうですね。特に去年は新型コロナウイルスの影響で結婚式を延期した方が多く、式場の争奪戦も起きているということなので、結婚式の日取りなどについては注意が必要です。そして旅行の計画などにも影響が出る可能性がありますので、皆さんが使っているカレンダーや手帳を今一度確認してみてください。以上、今日の知っとくでした。